今回は何かと視聴者をやきもきさせているシュタルクとフェルン、通称シュタフェルについて解説していきます。早々のフリーレンでは恋愛が一つのテーマになっています。恋愛と聞いて一番最初に思いつくのがヒンメルとフリーレンの二人、エルフと人間という寿命の違う二人のすれ違いに焦点を当てた普通とは一味違った恋愛模様が描かれています。それと対比するように描かれるのがシュタルクとフェルン。視聴者からは通称シュタフェルの愛称で呼ばれており、人間と人間というシンプルな恋愛模様を別で描くことによってより二人の儚い恋愛模様を表現しています。ヒンメルとフリーレンの恋愛模様についてはこちらの動画で解説していますので、ぜひこちらも視聴してみてください。シュタルクとフェルンの初めての出会いはアニメ第5話、ヒンメルの死後28年後の頃です。その時フリーレンとフェルンの二人は高級竜と戦うためにあたりの村にいるというアイゼンの弟子を戦士として仲間に勧誘することにします。それがシュタルクでした。しかし話をしていくと、実は彼は魔物との戦闘経験のないただの臆病者だと判明します。彼は高級竜から村を守ったのではなく、ただ怖くて一歩も動けなかっただけでした。それを村が勝手に英雄扱いして親切にしてくれたので村を捨てて逃げられない。これが彼が置かれていた現状でした。こんな情けないシュタルクに対してフェルンはこいつはダメですとまるでゴミを見るような目で容赦ないダメ出しをし、他を当たることをフリーレンに提案します。そしてアニメ第6話、彼はそれでも自分に頼ってくれる村の人々のためにと修行を続けていたことをフェルンは知ります。これを知った彼女はシュタルクのことを見直し、シュタルク様は逃げないと思いますという言葉をかけました。さらに彼女はシュタルクと魔物と初めて戦った時の自分と重ね、覚悟が大事だということをシュタルクに話しました。この話がシュタルクが覚悟を決めるきっかけとなり、結果的に一人で高級竜を見事打ち倒しました。この頃のシュタルクの印象はマイナススタートだったのが、この一件でプラマイゼロになったくらいでしかないようです。またシュタルクの名の大きさがネット中に轟くことになった窒素事件はこの後でした。まさかの彼も初対面でいきなり大きさを把握されるとは思わなかったでしょう。以上のことからわかるように、二人の出会いが最悪であったことは明白です。後から見直すとはいえ、当時のフェルンは彼のことを臆病な金玉窒素ボーイとしか思っていなかったでしょう。反対にシュタルクの方もこいつはダメだなんてことを言われて興奮する魔族ではなく、れっきとした人間、いい気はしなかったはずです。きっと彼のフェルンに対する第一印象も、見た目は丸い割に性格は四角いムチムチお化けとかそんなところでしょう。つまりどちらも第一印象は最悪であることがわかります。しかしシュタルクのことを少し知ったフェルンが彼のことを見直してかけた、シュタルク様は逃げないと思いますという言葉によって彼は壁を一つ破りました。この出来事から二人の関係という土壌にラブコメの種がまかれました。そもそも最初の出会いが最悪であるというのはラブコメではよくあることです。第1話で犬猿の中であった二人は最終話では手のひらを返すようにイチャイチャし始めます。シュタフェルの行く末もそのようになっていくことを全人類は望んでいるはず。ここから二人の間でまかれたラブコメの種がどのように花開いていくのか見ていきましょう。行動を共にしてから1年目、彼らは少しずつその距離を縮めていきます。土砂を取り除いている時のことでした。シュタルクはフェルンに対して自分のことをシュタルク様と呼ぶのをやめないかと提案をするシーンがあります。これに対してフェルンは了承し、シュタルクさっさとこっち手伝ってといきなりタメ口に。シュタルク曰くこれも違うらしく、くんづけにしてほしいやら、もっと愛想よくしてほしいやら、数々の注文をしてきます。これに我慢しきれなくなったフェルンのめんどくさいなこいつという心の声が漏れてしまいます。結局はシュタルク様で固定されることになりました。ここで二人の中の変動はありませんでしたね。むしろ悪化したと言ってもいいかもしれません。しかし二人の中を考察していく上で、お互いの呼び方というのは重要な要素となります。例えばラブコメのヒロインは好意を持っている男性に対して自分のことを下の名前で呼ぶことを求めたり、他の女性を下の名前で呼んでいるのを見たら機嫌を損ねたりショックを受けたりするといった描写がありますよね。このようにラブコメではお互いへの呼び方に関する反応で登場人物の気持ちを描きます。そこでこのシーンはこういった切り口から二人の中を考察してみましょう。まずはフェルン側、結論から申しますと、こちらはシュタルクのことをまだ何とも思っていないようです。なぜなら彼女は基本的に人のことを様付けで呼ぶから。呼び方という視点で見るなら、この時点だと彼女の中でシュタルクは他の人と同じランクとして扱われていることがわかります。またシュタルクと同い年ぐらいの異性である彼を呼び捨てすることに何の抵抗もなさそうなのも、彼女がシュタルクを特に意識していないことを裏付ける証拠となるでしょう。逆にシュタルクの方もそうです。同じ年頃の異性から呼び捨てにされても照れるような様子は全くありません。むしろやめてほしいと懇願しています。呼び捨てはやめてくれよ、意識しちゃうだろのようなニュアンスであれば意識ありと判定できましたが、残念ながらそうはいきませんでした。ラブコメならここで何かしらの照れや恥じらいがあっても良いところなのですが、残念ながら早々のフリーレンはそういうアニメではありません。しかしこのシーンはこうとも解釈できないでしょうか。
この時点ではお互いがお互いのことを何とも思っていないのだということを明確に表すシーンであると。つまり今後旅を続けていく中でこのシーンと対比するような描写が入ってくることが期待されます。例えるなら、なあ俺たち恋人なんだし様はやめないか。じゃあシュタルク、いや、やっぱりなしだ。シュタルク様の方が落ち着く。ふふ、やっぱりめんどくさいなこいつ、またこいつって言った、というような非常に尊いやり取りが今後どこかであるのではないでしょうか。このやり取りを見るためならエルフの寿命がごとく長い年月を待てる、そんな気がしてきませんか。次行きましょう。そして同じく出会って1年目、シュタルクとフェルンが初めて二人っきりになったシーンがあります。シュタルクが仲間になった直後でフリーレン一行が北方の関所で足止めを食らっていた時でした。ひょんなことからフリーレンは別行動を始め、フェルンとシュタルクは二人で行動をすることになりました。あの、飯食いに行くと歩み寄ろうとするシュタルクに対して嫌そうな顔をするフェルン、結局あ、一人で行きますと彼は一人で食べに行ってしまいました。なんだかんだで彼女も後でついてくるのですが、そんなこんなあって街中を回っていく二人、これは視点を変えるならデートと見ることもできますが、残念ながらこの時の二人は何も意識していません。その中でフェルンは自分よりも必死に行動をするシュタルクのことを疑問に思い、なぜなのか問います。それに対して彼は旅の中でいろいろな経験をして、もう旅に出れない死に土産話として話すのが自分なりの恩返しだと語り、それを聞いた彼女は目を見開きました。この一連の流れから二人の関係値の変化を見ていきましょう。まずシュタルク側は特に変化はなさそうに見えますが、フェルンの方は彼に惹かれるものがあったのか、彼に対して目を見張る描写がはっきりと描かれていました。言うならばフェルンの方に好感度プラス1です。旅の土産話を持って帰ることで死であるアイゼンへの恩返しをしたいと考えているシュタルクと、育ての親であるハイターを安心させるために必死に修行して魔法も実力を上げたフェルン、この両者には死への恩を重んずるという点で共通している部分があります。フェルンはこの共通点に驚きと感動で彼女は目を見開いたのだと思います。彼女はここでシュタルクに対して親近感のようなものを感じたのではないでしょうか。つまりここは彼女のシュタルクに対する思いが芽生えたとても大事なシーンであることがわかります。そして2人が出会って2年目、フリーレン一行が剣の里から出て北側諸国のアペティート地方の町にたどり着いた時のこと、フェルンはフリーレンによって今日がシュタルクの誕生日であることを突然知らされます。そして彼女はシュタルクに何をあげようか迷います。ちなみにネットをにぎわせた男ってのはね、こういうのを渡しておけば喜ぶんだよが生まれたのもこの辺りの話でしたね。そして迷った末に彼女は何が欲しいか直球でシュタルクに聞くことにします。すると彼から今まで誕生日プレゼントをもらったことがないということ、兄のシュトルツと比べられて育ってきたこと、そして故郷が魔族に襲われてしまい唯一優しくしてくれた兄でさえも見捨てて逃げてしまったことを知らされました。そんな自分を彼は逃げてばかりの失敗作と卑下します。フェルンはそんな彼に、過去なんて関係ありません、私の見てきた戦士シュタルクは一度たりとも逃げ出していませんと告げ、誕生日プレゼントを選びに行こうと誘います。辛い過去のカミングアウト、これによってシュタルクはフェルンにかなり心を開いていることが読み取れました。さらにフェルンの言葉によって彼の心は救われ、これによってさらに彼女への好感度が上がったでしょう。思えば最初に出会った時に覚悟を決めて高恐竜を倒すことができたのも彼女のおかげでした。そして今回また彼女の言葉によって心が救われて前向きになれたのです。おそらくシュタルクにとって彼女は自分が乗り越えられなかった壁を打ち破ってくれる、そういう存在なのだと思います。今回の件で彼はそのことを深く認識しました。この時に彼もまたフェルンが自分の中で特別な存在となったのではないでしょうか。そして同じく2人が出会って2年目、ザインを加えたフリーレン一行が北側諸国ラート地方の町へたどり着いた時のこと、ここで2人は喧嘩を始めてしまいます。理由はシュタルクがフェルンへの誕生日プレゼントを用意していなかったことでした。シュタルクは少しくらい話を聞いてくれてもいいだろうとプンスカして部屋を出ていき、フェルンはただでさえ丸い顔をさらに膨れさせて丸くします。その後彼女は仲間になった僧侶ザインに諭されてシュタルクを追いかけることになります。そして広場で彼を見つけますが、話しかける勇気がなかなか出ません。そこでザインのところへ相談に行きました。ザインからは言葉にしないと思いは伝わらないと助言を受けます。こうしてフェルンはこの助言をもとにすみませんでしたとシュタルクに謝ることができました。そして向こうの方からも一緒に選びに行きたかったが嫌がられそうでなかなか言い出せなかったのだと知らされます。それを彼女は嫌がったりしませんよと返し、仲直りした2人は仲良くプレゼントを選びに行くのでした。喧嘩という2人の仲を見ていく上で非常に重要なイベントであったアニメ第14話、不器用ながらそれでも少しずつ歩み寄っていく2人の初々しさには思わずにやけてしまいますね。ここでの2人の関係値の変化を考えていきます。まずはフェルン側、これはもう彼に対する思いは軽いものではないことがわかります。シュタルクは一緒にプレゼントを選びに行きたかったからあえて用意していませんでした。しかしこれをフェルンは自分の誕生日を忘れていたと勘違いしてブチギレてしまいます。
また彼女の心情を考察する上で気になるシーンが一つありました。それはザインが誕生日プレゼントを一緒に選びに行こうと提案したのを拒否したこと。それに対して彼はシュタルクと誕生日プレゼントを選びに行った時の思い出を大切にしているからだなと伝えたシーンがありました。シュタルクとの思い出を大切にしていたフェルンの気持ち、シュタルクは自分の誕生日を忘れていたと勘違いした彼女は、あの時の思い出を大切に思っていたのは自分だけだったのか。無意識ながら彼女の中でこういった思いがあり、ここに彼女の怒りの沸点があったのではないでしょうか。つまり彼女のシュタルクに対する思いは激重です。フェルンの気持ちが重すぎると一部の読者の間で話題になったくらいです。ちなみに後でひょんなことからシュタルクの方からプレゼントの選び直しを提案するというシーンがあるのですが、それに対して二度とそんなこと言わないでと返す場面があります。そこからも彼女のシュタルクに対する激重感情を読み取ることができます。それに対してシュタルクの方はどうでしょうか。おそらく彼もまたフェルンとプレゼントを選びに行った時の思い出を大切に思っています。何が好きか知らなくて何を選べばいいかわからない、だから一緒に選びに行こうとした。この行動から自分に対して優しい言葉をかけて、そしてプレゼントをくれた彼女に対する真剣な思いを読み取ることができます。また彼がフェルンに謝る前に手が震えている描写がありましたが、これはなぜでしょうか。彼は恐怖した時に手が震え、覚悟を決めた時にその手をギュッと握りしめる癖があります。つまりあの時彼は恐怖していました。誘った時に拒絶されると思って言い出すことができなかったと後で彼自身の口から明らかになりますが、これは大事な人に拒絶されることに対する不安があったとも言えます。おそらくこれがあの時に手の震えとして現れていたと考えられます。言うならば高恐竜のような強敵と戦う時と同じくらい彼の中ではフェルンのことを重視しているのもこれらの描写から読み取れます。まとめると、プレゼントを選びに行った思い出を大切に思っていたのは2人とも同じ、しかしお互いの不器用さがゆえのすれ違いが原因で今回喧嘩が起こります。しかしザインのフェルンに対する言葉にしないと思いは伝わらないというアドバイスにより結果的に仲直りして2人の仲はより深まりました。ザイン、グッジョブです。さすがは CV 中村悠一があてがわれるほどのイケオジ、やはり伊達ではありません。彼のファインプレーによってシュタルクとフェルンの恋のドリブルはまだまだ続いていきます。ここで余談ですが、フェルンがシュタルクに対して放った二度とそんなこと言わないでというセリフがありましたが、そこから漂うめんどくさい女オーラに視聴者からフェルンも女だからだったら素直に嬉しいって言えというような声が上がっています。普段敬語のフェルンがタメ口になるこのセリフで感じる彼女の激重感情にやられてしまった人がきっと多かったのでしょう。このセリフがきっかけとなってフェルンイコールめんどくさい女という共通認識が視聴者の間で生まれてしまいました。そして同じく出会って2年目、シュタフェルというラブコメ爆弾が大爆発したのはアニメ第15話キンメルの死後29年後の話でした。城塞都市ホーリヒに着いたフリーレン一行はロギンを稼ぐために貴族であるオルデン卿からの依頼を受けます。それは1ヶ月前に亡くなったオルデン卿の息子ミルトの身代わりとして社交界に出てほしいというものでした。その社交界に向けて彼はみっちりと礼儀作法を仕込まれることになります。それはまさに地獄の特訓といって差し支えないほど過酷なもので、戦士アイゼンの弟子である彼もすぐにヘトヘトになっていました。一度身につけた礼儀作法を彼はフェルンに披露してみますが、それに対して似合ってないと彼女は辛辣な言葉を浴びせます。しかしそんな彼女もそんなこんなで社交界に参加することになり、シュタルクと共に地獄の特訓へ身を投じることになります。そして迎えた本番の日、せっかくだし踊ろうぜとシュタルクはフェルンの手を取り、それを彼女は本当に似合ってませんねと微笑み社交ダンスを踊り始めます。練習時間が短かったフェルンは少しぎこちない動きを見せます。しかしそれをシュタルクがリードしていくことで彼女の表情が少しずつ柔らかくなっていきます。ああエモい、エモいです。このエモさがゾルトラークしているダンスシーンの前後で二人の関係値はこれ以上ないほど高まっていることがわかります。まず一度目にフェルンの放った似合ってないのあのセリフ、これはいつも彼女がシュタルクに対して放つ軽口とも取れますが、今回は照れ隠しというのも入っていたのではないでしょうか。これは本人が去った後にシュタルクが触れていた手をまじまじと見つめている描写があることからわかりますね。そして2回目の本当に似合ってませんねは地獄の特訓によって見違えた彼を認めるようなそんなニュアンスが含まれているのではないでしょうか。そしてダンスシーンで見せたあのメスの顔、ここまで来たらシュタルクのことを意識しているのは明白です。これはシュタルクとの思い出を大切にしていたんだなというザインの指摘から自分の思いを自覚し、初めてこのダンスシーンで形になっていったのだと考えられます。逆にシュタルクの方はどうでしょうか。これはおそらくフェルンの手を取る時に照れるような描写がなかったことから、彼には少なからず好意はあれどまだ恋という形になっていないということがわかります。好意はあるのは一緒なのに一方が自覚していないという構図にどこかもどかしささえ感じてしまいますね。ここで裏話を一つ、早々のフリーレンというアニメの中でもかなり気合の入っていたあのダンスシーン、あれはなんと全て手書きなのだそうです。振り付けはプロの人が行い、
しかしモーションキャプチャーは使わずに、参考映像のポーズをカットのアングルに合わせ、さらに後ろで演奏していた人たちの動きも実際のオーケストラを参考にして描かれていたそうです。とにかくリアルへのこだわりがゾルトラークしています。ゾルトラークしすぎです。この異常なまでの気合の入り具合に視聴者から、制作スタッフはシュタフェルガチ勢なのではと推測する声が上がっていますが、おそらくそうだと思われます。制作陣のあふれるほどの愛にゾルトラークです。ここまで2人のエピソードを見てきましたが、結局お互いのことをどう思っているのでしょうか。フェルンの方は一方的にシュタルクに好意を寄せていて、重い女になっているというのがネットでよく見られる見解です。確かにフェルンの方は、二度とそんなこと言わないでというセリフや、時々見せる面倒くさい女ムーブから彼に好意を寄せていることがよくわかります。一方シュタルクの方もまだ少年思考が抜けておらず、いまいち好意を寄せているようには見えないですよね。例えばアニメ第12話では、空をうんこみたいだと言っているシーンがあり、これにはフェルン本人も、こいつガキなんだ、とうんこを見るような目で見ていました。しかしいい匂いを感じていることや、可愛いと思っている描写もあるので、彼は全く好意を抱いていないわけではないようです。また相手の体臭を、いい匂いと感じる相手とは遺伝子レベルで相性が良いということが科学的に明らかになっています。そのことから鑑みても、彼のフェルンに対する好意はゼロではないとわかります。しかしその好きという気持ちが自分で何なのか分かっていないというわけですね。ですからこの自覚していない思いが形になるとき、2人は両思いとなり、そしてシュタフェルというラブコメは大団円を迎えるといった展開になることが予想されます。しかし不幸なことに第2クールではシュタルクの出番は少ないので、シュタフェルの進展を見られることはおそらくないようです。なので気になる方はぜひ原作の方を追ってみるのはいかがでしょうか。冒頭でシュタフェルはキンメルとフリーレンの関係と対比になっているとお伝えしました。そういう意味で言うと、恋愛を理解しているヒンメルはフェルンと、何も分かっていないが徐々に気づき始めているフリーレンはシュタルクと同じ立ち位置となっているのかもしれません。ヒンメルとフリーレンの関係について気になる方は別動画で上げているので、ぜひそちらもチェックしてみてくださいね。今回はシュタフェルについて解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。